ホジェルゲデスことホジェルクルグゲデスは、ブラジルのサッカー選手。ポジションは FW。グレミオフブッパの下部組織に在籍したが2010年末で放出された。2011年にクリシューマ EC の下部組織に移籍した。2014年11月23日のカンピオナートブラジレーロセリエ A でハーフタイムに投入され、トップチーム初出場。この試合で、クレーベル。 サンタナの得点をアシストし、試合を引き分けに持ち込んだ。12月6日に初得点を記録し、1から1の同点に持ち込んだが、追加点を決められて敗北した。2015年にトップチームに昇格した。2016年4月5日に5年契約で SE、パルメーラスに移籍250万であるで、彼の所有権の25%を買い取った。 14日後にカンピオナートパウリスタでアレクサンドロに代わって投入され遺跡後初出場。5月14日に遺跡後初得点。2017年1月31日に契約を更新し、医薬金を引き上げた。2017年12月27日にアトレチコミネイロに1シーズンの契約でマルコス放射と共に期限付き遺跡。 2018年7月13日に中国、サッカースーパーリーグの三等路の対残俗級クラブに1年の契約で、期限付き遺跡960万ユーロでの買取オプションがついている契約となった。7月28日に遺跡後初出場。2021年8月27日、SC コリンチャンスパウリスタへの加入が発表される。 2025年末までの契約でさらに1年の延長オプションが付帯する。ありがとうございます。